シュタイヤゾロラターン S1 から100は戦艦機から第二次世界大戦中にかけてオーストリアで製造された短期艦銃である。S1 から100の設計は第一次世界大戦終盤、低世紀のドイツでラインメダル社所属のルイス・シュタンゲ技師により試作された短期艦銃である MP19 まで遡ることができる。MP19 は現代における 短期間銃の原型とされるベルグマン社の MP18 を意識し、これと同等の仕様に基づき開発が進められていたが、1918年春季構成の新透戦術に多数投入された MP18 とは異なり、完成前に廃戦を迎えたことから、実戦投入は果たされなかった。 MP19 を含むドイツの軍事企業による多くの兵器開発計画は敗戦後も破棄されていなかったが、当時のドイツでは、バイマル共和国軍の軍備増強を防止する目的で、ベルサイユ条約によって、兵器の新規開発が制限されていたため、ラインメタル社は1929年に、中立国スイスの弾薬製造業者である、ゾロターン社を買収、子会社化し、これを隠れみのに、 バイマル政府や連合国の監視を逃れて消火器開発を行った。MP19 をもとに改良が加えられた新型短期艦銃は、ゾロターン社での命名規則に従い、S1 から100の名称が与えられ、プロトタイプも製作されたが、ゾロターン社は消火器の大量生産に必要な設備を保有しておらず、また、スイスの国内法による規制もあったことから、量産は、 オーストリアのシュタイヤーマンリッヒハー社が担当した。こうして製品化された S1 から100は、ラインメタル社が、ゾロターン社を子会社化した同年に、ゾロターン社とシュタイヤー社の合資で、チューリッヒに設立されたシュタイヤーゾロターン、兵器株式会社から販売された。国民社会主義ドイツ労働者統制権下のドイツによる、オーストリア併合以降は、ドイツ側の監督のもとで製造。 販売が継続されていたが、1940年には、軍事的膨張に伴い兵器の生産効率が重要視されるようになったことから、大量生産を念頭に置いて設計され、製造コストも安価な MP40 に、工場設備を譲る形で製造が中止された。MP34 を装備したドイツ空軍や戦士団の上等兵 S1 から100を所持した。 スロベニアのパルチザン S1 から100は、欧州内のみならず、アジア方面や南米にも輸出されたが、最初に S1 から100を採用した国は製造国のオーストリアであった。オーストリア警察は発売翌年の1930年に、QX23mm、ートルイ体や弾仕用の S1 から100に MP3 例の名称を与え採用した。また、同国の軍では、 1934年に QX23mm、シュタイヤー弾よりも高威力な QX25mm、モーゼル弾に対応する S1 から100を MP34 として採用した。ナチスドイツによるオーストリア併合の際には、オーストリア国内に残存する MP30 と MP34 の大半がドイツ側に接収されたが、これらはドイツ帝国軍時代以来の標準的な 拳銃弾である QX19mm ルガーダンに合わせて回収が施され、MP3-4 の名称で国防軍や警察、武装親衛隊に配備された。また、赤軍パルチザンやポーランドの国内軍、ユーゴスラビアの人民解放軍やチェトニックといった数軸国による支配とファシズム体制に反対するレジスタンス組織も六角品の S1 から100を使用した。 新国家体制下のポルトガルでは1935年に 45ACP 弾、1938年に 7.65X21mm ルガー弾、1942年に 9X19mm ルガー弾と使用弾薬が異なる S1 から100を3度にわたって購入しており、 運用に際しては短期間銃を意味するポルトガル語のピストラ・メトラル・ホドーラと後継及び採用年から、それぞれ p、mm、m 十十一四三ミリメートル m 九百三十五 p m 七六十五ミリメートル m 九百三十八 p m 九ミリメートル m 九百四十二の名称が与えられた。配備数としては QX19mm 十九ミ、ルガーダンを使用する、M。 1942が最も多数を占めており、第二次世界大戦終結後も1950年代頃までポルトガル軍に配備されていた。また、1970年代のポルトガル植民地戦争においても、現地の準軍事組織や治安部隊用の装備として投入された。ギリシャは1940年以前に9 x 1 9ト、mm、ル ルガーダン仕様の S1 から100をまとまった数購入しており、ギリシャイタリア戦争時にはギリシャ軍のスキー大隊や憲兵隊で運用されていた。これらは戦後もギリシャとその周辺地域に残存していたようで、1955年から1960年の間にはキプロスのギリシャ系勢力であるキプロス闘争民族組織に使用されていた S1 から100が キプロス警察によって回収されている。日本でも海軍が陸戦隊の装備として輸入した S1 から100に、ス式自動拳銃という名称を与えて配備したほか、陸軍では MP18 や MP28 と合わせて、ひとまとめに、ベルグマン自動単銃と総称した。MP34 と付属品マガジンハウジングの構造図、S1 から100は、当時の他の短期間銃と比較して、 構造から素材、外見の仕上げに至るまで最高水準の部類に入るものであり、原設計は古いながらも優れた信頼性を備えていた。その反面、大半の部品を削り出し加工により製造することから量産が困難で、なおかつ非常に高額であり、近代的な軍隊における大量配備には不向きと言える特性も持ち合わせていた。このため、S1 から100は、 高級車の代名詞的存在であるロールスロイスに例えられた。作動方式は短期間銃としては一般的なブローバック方式であり、初はオープンボルトから行われた。リターンスプリングは重傷に内蔵されており、プッシュロットを介してボルトの後端に接続されていた。機関部は MP18 と同様に品質機トップカバーを備え、 これを開くことで容易に点検や整備が行えた。重傷は下に垂れた形の一般的な極重傷と、魚類の尾びれのような形状の上面が沿った重傷があり、後者は MP3 例に見られた。射撃モードは、単車と連射が設定され、銃の左側に設けられたセレクターによって切り替えることができた。初期型は簡易的な安全装置として、 コッキング時にボルトハンドルを引っ掛ける切り欠きが廃されていたが後にリアサイトの前に別の手動安全装置が追加された。なお、仕様によっては手動安全装置のみを備え切り欠きが廃止されているものも存在する。マガジンハウジングには空の断層内に相談紙を用いて弾薬を装填するための補助デバイスが設けられており、断層をマガジンハウジング株に差し込んだ後、 上部から8発入り差し男子を当てて装填した。また、弾装の挿入口は、MP18 とは異なり若干前方に傾いていた。MP18 を原型とする他の短期間銃と、同じく重心空冷用のバレルジャケットを特徴とするが、S1 から100の場合は右側に着剣装置が、配されており、マンリッヒャー M1895 と共通の銃剣が、 装着可能であったほか、重心がバレルジャケットより長く重厚部が突き出ているため、MP18 や MP28 と区別する際の外見上の特徴となっている。照準器の形状は独自性が目立ち、照製は円柱型に近い形状から上部を切り取ったような覆いが取り付けられている。照門も MP18 に見られる簡易型の2段、切り替え式ではなく、 500メートルまでの距離が刻まれた、タンジェントサイトが採用されていた。機関銃に相当する運用も考慮されたことから、制圧射撃時の安定性向上を目的に、専用の三脚も開発されたが、量産には至らなかった。また、中南米の顧客に対しては、45ACP 弾仕様が多く販売されていたが、これらの中には、反動制御を目的に垂直フォアグリップが追加された。 製品もあった。その他、変わった派生型として圧縮空気を用いて射撃を行う訓練用機材が存在した。ありがとうございます。